本日は貝原高校の少林寺拳法部へ取材に参りました。おはようございます。おはようございます、学年とお名前をお聞きしてよろしいですか。1年生の土屋壮太です。はい、今回は、ね、全国大会行かれたところですが、どんなことに気をつけて練習されましたか。僕たちは組演っていう2人でやる、まあ、演舞なんですけど、止まるとこは止まる、動くとこは動く、声出すところは声出すっていう、そのメリハリをしっかりつけて練習してました、はい、実際に大会で練習の成果は出ましたか。はい、決勝に残ることができました。おー、すごい、ありがとうございます。惜しくも決勝の優勝はまあ、まあ、なかったですけど、まあ、そこまで上り詰めたっていう練習の結果が出たと思いました、はい、うん、ということはもうちょっと工夫して練習すれば頂点へ上り詰め、まあ、いけたかもしれないですね。ではもう目標はできましたよね、はい、次回に、ね、向けてね。でますますあの練習もやっぱりもっと気をつけたらいいところも、ね、見えてきたと思いますので、今後の、ね、練習にも生かされるし、で2人でやるってことはやっぱり相手とやっぱり息が合わないと難しいですよね。そうですね。普段から、ね、2人の仲はいいんですか。いいです。恥ずかしいですけど。はい、それではあのもう一人の相手の方、次出てもらってもよろしいですかね。はい、はい、お願いします。この、はい、学年とお名前教えてください。はい、1年生の高見拓也です。今回は、ね、全国大会出場ということで、どんなことに気をつけて練習されましたか。はい、近畿大会終了後に、うん、顧問の先生から、はい、指摘された技がありまして、うん、それを全国大会まで、一生懸命練習していました。あ、ね、2人で演舞ということをやったんですが、はいはい、2人の息はうまいこと合いましたか。あ、そうですね。予選のところでは、はい、結構うまくいったんですけど、はい、決勝ではちょっとうまくいかないところがあって、その本番ならではの緊張感とか、本番ならではの空気の圧とか、そういうのを体験しましたね。はい、あ、なるほど、はい、ってことはもうね、一遍体験しておけば2回目はね、これはもう少し工夫して練習していけば頂点がね、取れるところまでちょっと見えてきたんちゃいますか。まあそうだったらいいですね。はい、ね、まあでも、はい、やっぱり本番になるとね、緊張するので、はい、緊張したことを思い出しながら練習できるってのもやっぱりその大会に出たからこそ得られた経験ですよね。はい、そうだと思います。ぜひともね、どんどん頑張っていっていただいて、はい、まだ1年生ですか。はい、1年生です。少林寺は高校入るまでにされてたんですか。いえ、高校入ってから初めて。あ、はい、入ってから初めてで、はい、あ、ほなこれからね、新しいね、入学してくる1年生がまた増えますけども、はい、ね、先輩として初めてやったことを経験しながらね、いろいろ指導にも活かせますよね。はい、そうですね。初めてでもここまでできるんだっていうことを、まあ、見せてあげられたらなと思います。そうですね、すごいですね、はい、ありがとうございます。学年とお名前お聞きしてよろしいですか。1年の下内です。1年の田村真子です。はい、お二人は今回ね、全国大会行かれたということで、どんなことに気をつけて練習されましたか。練習は練習は先生、実際にやってみて先生に見てもらって、そのアドバイスをもらってポイントポイントを直して練習しました。あ、お二人一緒の演舞のペアですか。普段からクラスは一緒なんですか。クラス一緒です。クラス一緒です。あ、クラス一緒ですか。ほなら、まあ、学校来たらずっと部活まで終わるまでずっと一緒で。そうですね。ひょっとして帰り道も一緒とか、そんな帰りし、まあ、行きしも一緒で。あ、最でございますか。ほなら一日の大半をほぼ二人で過ごしてるということで、ひょっとしたらほんなら中学校の時からずっと。中学校も一緒です。ということは小学校もやな。小学校は別です。あ、別ですか。あ、ほんならもう長い付き合いなんで、大体もうこう、そうですね、ああいやこういうという感じで。それを2人の関係はやっぱり練習にも生かされましたか。でも思ったことは、うん、もう遠慮せんと言えるから。ああ、そっか。そうですね。あ、なるほどね。はい、でまあ大体このぐらいまでね、厳しいこと言うても大丈夫やいうのはよう分かってますからね。はい。で本番ではいかがでしたか。成果は出ましたか。えー、
成果は出なかったんですけど、自分たちの力は出せたかなって思います。はい、まあ、でも練習しとるのとやっぱり本番ってね、全然違いますからね。はい、違います。でも全国大会は今回初めてですか？はい、そうです。あ、ほんならまた次回に向けてのやっぱりこの対応っていうのがね、一遍出たらこうしとかないかんっていうのはいろいろ気がついたと思うんですけど、はい、何か大きなことで気がついたことありました？何やろ、他の県の演舞とか見てたら、うん、はい、やっぱりそのメリハリとかそういうそのなんていうんですか、うん、技術面とかじゃなくて、はい、その なんていうやろ、細かいさっていうか、そういうのが目立ってきたのはあります。あ、ってことはその細かいさ、もうちょっとこうしたらええってとか見て自分で2人でもう、あ、もうちょっとほんなら改良しようってところは見えてきたわけですよね。まあそうです、ま、ってことは、まあ、次回もうちょっとね上位の方へね、はい、いける可能性が出てきたということでね、ますますでも練習の励みにはなりますよね。まあそうですね。はい、はい、では次回もぜひ頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、学年とお名前をお聞かせください。1年生の松原修一です。1年生の森田恵里です。はい、今回は、ね、全国大会出場ということで、どんな練習に気をつけてされたんですか？私たちは一人でする単独演舞という単独演舞に出場したんですが、はい、自分たちの悪い癖とかを、うん、少しでも直せるように練習しました。はい、あ、どうぞ。動くところとか、うん、止まるところをキビキビメリハリをつけて、キレのある演舞になるようにしました。実際大会では練習の成果は生かされましたか？はい、緊張して全部はできなかったけど、はい、まあ出せました。あ、よかったですね。成果の方に結びつきましたか？はい、どうですか、大会では本番では練習の成果出せましたか？私も緊張して、失敗してしまったので、うん、次の大会では頑張りたいと思います。あ、そっか、やっぱり練習と本番やったらやっぱり全然違いましたか？全国っていう雰囲気がすごい、うん、はあ、そうか、やっぱり会場へ入っただけでね、他の選手の気合がやっぱり違いましたか？でもそういったことを体験できたので、やっぱり帰ってきてからやっぱり練習にね、やっぱり取り組み姿勢がちょっとやっぱり変わりましたか？変わりました。はい、そしたら次回またね大会に向けて、どんなことに気をつけたらもっと上手になれると思いましたか？私はもっとメリハリをつけて、なんか、まあ、キレのある演舞をしたいなと思います。はい、どうぞ。全国に出てみて、やっぱり周りの学校より練習量が少ないかなと思ったんで、もっと練習して頑張りたいです。あ、良い目標ができましたね。じゃあ2人ともまた次回出るときはさらに上を、ね、目指して練習に励んでいただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。学年とお名前お聞きしてよろしいですか？1年生の山内夏樹です。はい、1年生の高見春奈です。はい、じゃあ今回、ね、全国大会へ行かれるということで、行く前練習どんなとこに気をつけて練習されたんでしょうか？練習では基本的な動きの形をきれいにしたり、2人で息を合わせれるように頑張りました。どう？大会前には演舞会っていうのをやるんですけど、その時に大体間合いとかがなんか近くなりすぎたりするので、その間合いをちょうどいい、その本当に、戦っている雰囲気を出すために、その間合い作りを調節するのを頑張りました。2人で演舞されたんですか？はい。お二人は同じ学年の同じクラスですか？
いや、クラスは違うんですけど、中学校は一緒でした。うん、あ、ほんなら中学校の時からもうずっと知ってるから、はい、だいたい相手の癖は癖っていうか、はい、まあ、ね、気心が知れてるんで、もうちょっともうビシバシあ、そうなんや。で、はい、少林寺拳法は小さい時からやってはったんですか？いや、高校に入ってやりました。高校に入ってから。ほんならもう時期ね、1年生が入ってくるんで、1年生にも自分たちが、まあ、練習したらここまでいけるんやっていう姿は、ね、見せられるんで、指導のやり方もね、ちょっとやっぱり出たらこんな感じやっていうのをね、体験してきたんで生かされますよね。で、はい、大会では実際どうやったんですか、2人は。本番では、まあ、思うように点数が伸びなかったんで、うん、まあ、次は細かいところとか、はい、まあ、できてないなと思うところを改善して、うん、はい、いい結果を出したいです。ちなみにどこら辺があかんかったと思ったんですか？なんかメリハリがなかったり、止まるところを、はい、を止まるとか、うん、なんかまあ、いろいろね、感じてこられたと思うんですけども、実際にその大会行って戻ってきて、練習こんなとこ気をつけてやったらもっと上手になるというのはね、気がついたと思うんですけども、はい、まあ、次回大会に向けて、お二人でですね、実際本番でちょっとメリハリがなかったということは、次回どんな練習をしてどんなところに気をつけたらいいか、二人でお話しされましたか？一応しました。ほな、まあ、次回大会に、ね、向けてね、ぜひとも頑張っていただいて思います、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。学年とお名前お聞かせください。1年の、永井杏です。はい、永井さん、今回、ね、全国大会へ行くときに向かってどんなとこに気をつけて練習されたんでしょうか？私は、2人で演舞する組演舞っていうのに出たんですけど、はい、それで2人の間合い距離が、うん、はい、遠くなってしまうことが多かったので、うん、はい、演舞中にできるだけ離れすぎないように、うん、はい、意識して練習しました。あと、はい、お二人は、1年生なんですけど、昔から少林寺やってはったんですか？いえ、1年生、高校に入学してから、はい、初めて初めて。あ、そうなん。他の1年生も聞くとなんか初めて言う人が多かったんですけど、はい、ほとんどの人が初めて。はい、多分みんな。あ、みんな。そうなん、はい、そうなんです。あ、ほんなら今度新しく新入生入ってくるけど遠慮なく勧誘できるね。あ、そうですね。もう1年生全国行きましたとか言ってね。ちょっと自慢、まあ、そんな自慢できる方じゃないですけど。はい、そしたら実際全国大会ではいかがでしたか？練習の成果生かされましたか？なんか直前になったら、うん、すごい緊張してしまって、頭の中がなんか真っ白になって、で、いや、もう本当なんかよく聞く話だったんですけど、まあ、あって、なんか実際自分も真っ白になっちゃった。はい、で、演舞中なんか意識していたこととかが、うん、全然意識できなくて、はい、終わってから、うん、演舞が終わってから、あって、なんかちゃんと意識できてなかったなと思って、なんか一番気を間合いはうまいこと言ったんですけど、うん、はい、もう一つ気をつけてた技があって、うん、逆後手があったんですけど、はい、それがちょっと自分的にはうまくいかなかったなと、うん、反省です。ほんな、まあ、でもやっぱり本番を経験するってすごいことなんですね。はい。ということは本番を経験したから次回の、ね、大会に向かっては少し、ね、心にゆとりを持って実際に練習の成果が出るような練習もせないかんし、はい、そうですね、本番でもそれに臨まないかんってことをね、はい、もう貴重な体験でしたね。はい、そうですね。もう何回も練習して、はい、頭真っ白になっても体が動くように、うん、おお
それくらい練習しないといけないなと思いました。ね、だそれは、ね、大会から帰ってきて、ね、今後の練習に生かされますよね。はい、そうですね。あのじゃあ相手方の人でよろしいですか。はい、はいはい、学年とお名前をお聞かせください。こっち見た方がいいですか。あ、どちらでもいいですよ。どうしましょう、はい、はい、1年生の島津千佳です。島津さんも練習の前にこの2人ペアなんで満員を気をつけて練習されたと思うんですけども、はい、実際に本番どうでした。あ、間合いは別に大丈夫でした、ね、うん、大丈夫でしたか。だけど私がなんか結構先生に言われてたんが、こう、うん、上中回し蹴りっていうやつがあるんですけど、はい、それがちょっと私苦手で、うん、なかなかなんかあんまりうまくいかなかって本番もちょっとあんましなんかやっぱりさっき言ってたようにやっぱりなんか何も考えんでもやっぱり体で身につけないといけないなって思いました。あ、なるほどね、はい、もう頭真っ白になっても体が勝手に動いてるぐらいまで練習せないかんってことは相当やらなあかんってことなんですよね。そういうことですね、はい、じゃあ次回大会に向けてはもう横から何を言われようがもうどんなとこでやろうが2人の息がピタッと合うぐらい練習せないかんっていう目標ができたわけですね。そうですね、はい、達成できそうですか。まあちょっとまあ結構練習いると思うんですけどまあでもやっぱり今回大会とかでやっぱりあ間違えちゃったなとか、うん、あんましうまくいかなかったなって思うとこをやっぱりあの先生とか動画撮ってもらってるんで自分のたちの演舞を、はい、だからそれをちゃんとしっかり見てやっぱ自分たちの反省点をしっかり探してやらないといけないなと思いました。あ、いいですねこれほんま練習に普段からやっぱり気をつけてやらないかんことがよう分かってよかったですね。そうですね、はい、はい、じゃあまた次回大会に向けてねお二人頑張ってください、はい、ありがとうございます。学年とお名前をお聞かせください。2年生の福田修馬です。2年生で少林寺拳法部主将の富田光成です。はい、ね、全国大会行かれるということでどんなことを、ね、気をつけてお二人練習されたんでしょうか。僕たちは自分の演舞の悪いところを全国レベルの演舞を見てそこからダメなところやいいところを研究して僕たちで演舞に生かせるように練習してメリハリもつけれるような練習をしてきました。僕は、毎回練習の終わりの時に、演舞会っていう本番さながらの練習があるんですけどその練習が終わった後に先生にアドバイスを聞きに行ってそのアドバイスは次の日には改善できるようにということを気をつけて練習してきました。その練習の成果は本番では生かされましたか。はい、やっぱり体に馴染ませた練習っていうのがあるので自分の意識無意識でもできるようにっていうところはできたんですけどやはり前日とか前々日に聞いたアドバイスは生かせたところと緊張してちょっと忘れてたところがあったのでそのようなところは次の総合体育大会でも生かしていきたいと思います。全国大会は初めてやったんですか。はい、去年僕たち一応出場は決まってたんですけど、うん、コロナの影響で中止になってしまってそうか、ほんなら余計に気合が入っとるから待望の全国大会、ね、もう去年の分もやっぱりね成果生かしたいと思うんですけども福田さんは本番ではどうでした。練習の成果生かされましたか。僕たちの練習の成果は十分に発揮できたと思ってるんですけれど、うん、やっぱり全国レベルってなると僕たちとちょっとレベルが違うなっていうのを痛感させられました。ただそのやっぱり違うっていう感覚はどの辺がやっぱり違ったんですか。やっぱりスピードとメリハリがすごく僕たちと全然違くて速いのに動き止まるところは止まっていて僕たちはちょっと流れてしまっているなって思って僕たちの課題が新しく垣間見えたなって思います。なるほど、やっぱりこの全国大会へ去年出られへんだその悔しさを、ね、まあ、出されたと思うんですけどもやっぱり全国の壁ってやっぱり内部厳しいというか差がありますか。やっぱり大きかったですね。僕たちはスピードをできるだけ速く全国の動画を見てたようなスピードにできるようにっていう練習を頑張ってきたんですけど全国の決勝レベルに残る人たちはさらに一段階上の生徒と先ほど福田が言ってたんですけど
止まるところっていうのも意識されているなっていう演武がたくさんあったので、僕たちはスピードだけを意識してたので、そこじゃなくてその差がやっぱり出たんだろうなと感じました。あ、なるほど。ということはやっぱり全国大会へ出て違いがはっきり自分の目で見たっていうのは、やっぱり動画を見てるのとはやっぱり違いますか？はい、やっぱり生で見るのは、動画じゃ遠くからなんで分かりにくいんですけど、うんうん、僕たち道着着てるので、この道着の音一つも全然違ったりするんですよ。動画だと聞こえないような音とか、うんうん、また僕たち気合っていう声を出すんですけど、その迫力も生で見る方が全然違ったりして、活かせることがたくさんあって、全国大会行けてよかったなって思っています。なるほど。今日はあの全国大会終わって初めての練習日ですかね。そうです。はい、ということは今後の練習にはどんなことを気をつけて練習したらいいと、キャプテンどうですか、チーム全員に。僕だけじゃなくてチーム全員っていうと、はい、まず先ほど言ったようなキレ、スピードだけを求めるんじゃなくて、止まるところもあっての少林寺拳法だと思います。あとは、基本のところで体勢が崩れてるとか、手の位置開いたり閉じてたりするんじゃなくて、そのような元の技一つ一つじゃなくて、それ以前のただ自分の形から意識して練習できたらいいなと思います。あ、ということは毎日やってる基本が大事やということで、やっぱり基本に忠実に原点に戻るんですかね。はい。なるほど。ってことは今度は、ね、新しく新入生が入ってきますけども、その辺も見越して指導できますよね。そうですね、新入生はやはり少林寺拳法ってあまり聞かないので、ここから始めるっていう子もたくさんいると思うので、そのような初めから、始めるっていう子でもやりやすいように指導できしていけたらなと思います。全国大会すごく大きな意義ありましたね。はい、次回の大会もあるんですけど、次回の大会への意気込みをお願いいたします。やっぱり全国レベルに及べるような練習をして、県大会では2位以内に入って、また全国に駒を進めれたらいいなと思っています。はい、ありがとうございました。もっともっとね、言い足らんことがあるかと思いますけど、はい、次のように、ね、回したいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。本日は貝原高校の少林寺拳法部へお邪魔しております。石井先生、よろしくお願いいたします。はい、石井です、よろしくお願いします。先生は少林寺拳法部の顧問はもう長いんですか？長いですね。貝原高校に来たんがちょうど20年前でして、はい、19年ほど顧問させてもらってます。あ、長いですね。長いです。でも卒業された、ね、卒業生もかなりの数ですね。そうですね、かなりの数ですね。少林寺拳法を高校で初めてっていう方が今ほとんどみたいな感じでしたけど、大半ですね。はい、やっぱり初めてゼロから教えるっていうのはそれなりの苦労があるかとは思うんですけども、はい、どんなことに気をつけて最初新入生迎えられるんですか？私は自分自身がそれほど高段ではありませんので、うん、はい、そんなに技は知ってないので、うん、基本を中心に、はい、基礎を重視して教えるようにしています。それから、先輩が後輩を教えることで、うん、はい、先輩自身の技術も上がっていきますので、うん、どういうふうに教えたらいいかというのを、はい、上級生に、教えて、うん、そして後輩の指導をさせるようにしておりました。あ、なるほど。教えるっていうことは非常に難しいことで、自分のためにもなりますから。そういうことなんですよ。一方的に、ね、先生がもう教室で喋って、はい、言ってるのと違って、そういうことです。そうですね、これも教え方もなかなかいい方法が、はい、ありますね。だから基本には必ず理屈がありますので、はい、その理屈を知った上で、はい、練習するのと、はい、むちゃくちゃにやるのとは全く伸びが違うと思いますので、うんうん、はい、そういう理屈から教えるようにしていました。なるほどね。はい、で先生もうご退職なんですか？そうなんですよ。
ついに退職になりました。で今日がなんか今日が最後の記念すべき時にインタビューできて、私もいえ今日が最後ということで、はい、ちょっと寂しい思いがいっぱいなんですけども、はい、でもねこういったね少林寺を通してやっぱりいろんなことがね、やっぱ学校の授業だけじゃないものがね教えられたかと思うんですけども、はい、まあ、そういう意味ではね旅立った OB がやっぱり訪ねてこられるんですよね。そうですね、まあ自分で言うのもなんなんですけど、はい、今はコロナでね、うん、ちょっと遠のいてるんですけども、はい、本当にたくさんのね OB が見に来てくれて、うん、道着を持ってきて一緒に練習してくれてというのがありますね。はい、いいですね。やっぱりその上下関係が卒業してからもねずっと続くってやっぱり長い付き合いになるんでね。そういうことですね、はい、で部活はやっぱりそういった楽しみもねありますから、はい、まあ、ぜひともまた新入生たくさん入ってほしいですね。そうですね、これからもどんどん貝原高校発展していってほしいと思います。はい、はい、今日はどうもお邪魔しました。ありがとうございました。よろしくお願いします。芦田先生とこの少林寺の付き合いっていうのはもう長いんですか？もうねだいぶ前になりますけど、高校生の時にこの貝原高校の少林寺拳法部に入って少林寺拳法を始めました。ほんならちょっと思い入れありますよね。そうですね、去年から教員として貝原高校に、はい、来たんですけども、はい、いやもうすっかり様子も変わってしまってますけど、はい、顧問として OB としてね。いやでもこんな巡り合わせってめったにないですよね。そうですね、ご自身がね、卒業された高校へうまいこと転勤してくるっていうのも珍しいし、ラッキーですね。しかもその部活も同じ顧問になるってこれまた考えひとしおですね。本当にね、ありがたい話で。で当時と今とはやっぱりその、ね、部活の中身はだいぶ違うかとは思うんですけども、うん、そうですね、当時入った当時を思い出してみると芦田先生入ってこられた時は部員の数はどれぐらいおっちゃったんですかね。20人ぐらいでしたね。今よりも少ない感じで、まあ、年によってね、はい、たくさん入る年、うんうん、4、5人しか入らない年っていうのはあるんですけど、ね、でまあ、高校で初めて少林寺をされて、その後大学でもされたんですか。はい、で社会人になってからも、はい、道場には通ってたんですけど。なるほど、ってことはある程度は体を動くのは維持されてた。あ、そうですね、だんだん足が上がらなくなってきましたけど、まあ、それはしょうがないってしょうがないですよね。はい、でもやっぱり長い間その少林寺を、ね、楽しんでこられたっていうことが初めてやる1年生に、はい、やっぱりこれから長い付き合いになるかと思うんです。やっぱりそういった付き合いをしてほしいような指導にもなりますよね。まあそうですね、できたらね長く続けてほしいなと思うんですけど。そうですね、まあね、まあ長く続けなかったとしてもなんか、はい、これからね、うん、高校生活それから卒業してから何かね役に立つものをつかみ取ってもらったらなと思ってます。そうですね、やっぱり学校で習う教科書だけの授業ではなくて、やっぱり部活動ってね、それ以外の大切なことが学べますよね。そうですね、多分部活やってた仲間とは今 まだまだ長いお付き合いされてるかと思うんですけども。そうですね、でここなんか卒業された OB もたまに練習にね、今コロナですからちょっと来にくいんですけども来てくれるという話だったんで。そうですね、まあ、懐かしい顔にもね出会いながら、でもこういうスポーツを通して、ね、付き合った仲間ってのはほんまにまた違いますよね。まあそうですね、一緒に苦労したっていうとかね、はい、ね、で今日はねちょうど桜満開で、もういつの間にか、ね、武道館へね今ちょっと風が吹いた時、ね、チラチラっとね桜吹雪が散っておりましたからね、そんな貝原高校からですね今日はお話を伺いました。芦田先生、また今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。